お札から飛び出してきたのは我らが友神木隆之介さん、そして杉咲花さん、松山健一さん、小手伸也さん、桜田通さん、浅野忠信さん、佐藤浩一さん、前田哲監督です。盛大な拍手を送りください。まあどうでしたか皆さん、どうでしたかって聞き方変ですね。そのこう出てきた演出いかがでしたか、どうでしたか、大丈夫でしたか、大丈夫でしたか。あ、よかったよかった、ちょっと安心しました。こんな風に、まあ軽いね、こうフットワークな感じで、楽しんでいきたいと思いますので、どうか、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは神木さんにお伺いしますけれども、はい、冒頭のご挨拶でもありましたが、お札を突き破っての登場と、はい、突き破ってきましたね。ええ、これリハーサルはやったんですか？いや、もう一発本番です。一発本番初めてやりました、ええ、破った時にちょっと目つむったんですけど、今自分がどこにいるのか分かんないまま進んでまいりましたなるほど、はい、これはね、もう明日以降の情報番組で確認するの楽しみですね。そうですね、どんぐらいの勢いで破ってきたのかも自分でちょっといまいち把握できてないので、ちょっと見返したいと思いますね、はい、でも会場かなり盛り上がりましたよ。本当ですか？大丈夫ですか？ええ、大丈夫でした？朝の情報番組に似合う勢いはありましたか、僕に？で、朝の情報番組を意識してよかったよかった。その台本だけではなくて、その場のアドリブがこう採用されるようなこともよくあったんですか？ありました。まあ、これから見ていただければ、まあ、微妙ですね。その言えるか言えないか、どっちかで、こうどこまで言っていいのかっていうのはありますけど、うん、あるシーンで僕と、まあ、花ちゃんが、さよと小四郎が、まあ、ある人たちに追いかけられるんですよ。で、あー、やばい、ちょっと手詰まりになったかも、もう囲まれちゃった、逃げ場がないって時に、ある方がナイフを取り出すんですよね。それを舐め始めるんですよ。すごい悪いやつっぽく舐めるんですよ。その時に本番ですよね、本番に監督が、ね、はい、ナイフ舐めて、ナイフ舐めて、舐めて、今舐めてってずっと言ってたんですよ。で、それで、まあね、返事しちゃいけないから、その方もこう聞こえてて、こう舐めてたんです。僕それ初めて見たんで、率直な感想として、うわ俺初めて見たって言ったんですよ。それアドリブです。で、その後の花様のアドリブはめちゃくちゃすごいですよ。それはもう見てからのお楽しみということで、かぶせるように鋭いツッコミが入ってくるんですよ。私、作品ね、一足先に拝見させていただいて、はい、あのシーン覚えてるんですけど、あそこアドリブだったんですね。アドリブです。使っていただけるかなと心配だったんですけど、使っていただけましてよかったです、はい、なんか立てられてる、なんか立てられてる、なんだ、雷鳴父さんの特製ケーキでございます。すげえ、うわ、俺だ、すげえ、すごいすごい。あ、もしやこれは小判ですか？小判ですね。やばいやばい、すごい、こっち向いて叫んでる、めちゃくちゃ嬉しいです、はい。神木さん、改めて30代の抱負を皆さんにお願いします。抱負、そうですね、まあさっきも言った通り、まあそこまでなんか明確な30代での目標というのはないんですけど、まあ今まで通り、変わらずこのスタンスで、まあゆっくりと、まあより楽しくですかね、より楽しく生きることができたらいいなと思っておりますので、今後もどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ちなみに隣の杉崎さんからもぜひお祝いの言葉を一言いただければと思います。そうですね、いや、もう本当神様とは共演して今回6回目になるんですけど、本当にいつも初めて共演した時とか交わるシーンが全くなかったのに気さくに話しかけてくださったり、神様のアドリブからお芝居が深まっていったりとか、本当になんかそういうミラクルを関わった方たちにこう影響させてくれるようなパワーのある方だと思ってて、今回も本当神様の存在からこう心が解放されて、絆が生まれていたと思ってて、本当に返しきれないぐらいの優しさをいつもいただいているので、今回はお祝いできて嬉しいです。おめでとうございます。ありがとうございます。聞いてました今の、ちゃんと聞いてます。花様の、はい、聞いてます。言葉、神様って呼んでんだねなんかすごいないいなと思って花様と神様って、どうしようかな、神くんとか呼ぶ、なんでそこで急に変わるんですかいや、もう怖いわ、僕ずっとこっち向いてて、本当に怖い、横から見たら、マジで苦しい、汗かいてきた、うん、はい。